皆さんこんにちは、エスパルスの早川でございます。本日は皆さん大島の非常に悪い中を各も多数の皆様にご来場いただきまして、エスパルスの今シーズンの最終戦もできましたことを大変うれしく思います。ご来場本当にありがとうございました。試合内容も大変宇宙の攻防でございましたけども、雨の降ってるのを忘れるような素晴らしい展開でございまして、ご満足いただけたかと思います。両軍のイレブン、並びにチームスタッフ、そして両軍の応援団の皆様に感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。名古屋グランパスのサポーターの皆様、本日は遠路駆けつけての応援ご苦労様でございました。今年のグランパスさんは初出場されました ACL でのご活躍が非常に印象的でございました。来シーズンも共に頑張って J リーグを盛り上げましょう。本日はありがとうございました。さて、エスパルスのサポーターの皆様、まずもってこの1年間の皆様のご支援ご声援に対しまして心から熱く感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。チームは今年こそスタートダッシュをと期待したのでございますけれども、なかなかうまく運ばず、前半戦の後半から調子を上げ13試合負けなしという快進撃で10月3日トップに立ちました。残り6試合でございました。しかし経験の浅いチームゆえ、このプレッシャーという壁は非常に厚く、大分戦の敗戦を機にずるずると敗戦を重ねてしまいました。先ほど順位が7位と決定いたしました。非常に悔しい気持ちでいっぱいでございますけれども、その結果は現実は真摯に受け止めざるを得ません。しかし久しぶりに首位という座を経験しました。この尊い経験を生かして足りないメンタルを中心とした指導を徹底して、今度こそ皆様に感動をお届けできるようなたくましいチームに生まれ変わりますように、エスパルスは明日から行動を開始したいと思います。皆様、この若いチームにしばしのお時間とご理解を賜りますように心からよろしくお願いを申し上げます。最後に皆様のますますのご託をご記念いたしまして、私のご挨拶させていただきます。本当にありがとうございました。